こんにちは。えー、今日は黒ニンニクいよいよ作ろうと思いまして準備してきました。えー、今年もですね、ニンニクを収穫し終わりまして、今日は7月の上旬ですね。ニンニクを収穫したのが6月の中旬から収穫を始めまして、約3週間ぐらいで全部収穫終わりました。 それで、今日ですね、最初に収穫して乾燥していたニンニクが、まあ3週間ぐらいですね、経ちましたので、そろそろ黒ニンニクを作ってみようと思いまして、今年収穫をしたニンニクを使っての黒ニンニク製造開始でございます、えー。昨年製作したところからですね、ちょっと変化、 したところがございますので、え説明します。まず、黒ニンニク製造機、発酵機ですね。黒ニンニク発酵機。新しいものを購入しました。新しい発酵機です。で、こちらにあるのが、昨年から使っている発酵機になります。で、何が違うのかということですけども、金額。 価格が全く違いますで。今回ですね、思い切って高級の黒ニンニク製造機を購入しました。MK 製鋼株式会社っていうところでね、販売している黒ニンニクメーカーでございます。それで、使い方はですね、ほとんど変わらないんですけども、 多分ですね、性能的にかなり昨年まで作っていた黒ニンニク製造機と比べていいんじゃないかなと思いまして、で、昨年結構随分作りましてですね、まだ未だに食べてるんですけども、昨年作った黒ニンニクがあまり美味しいものができなかったんですよ。で、これがですね、昨年購入した 製造機で、これで作ったものは、かろうじて美味しいものができたので、今年もこの反抗期を使ってみようと思ってます。で、ちなみにですね、こちらの新しい製造機は2万円弱のね、1万8千円ぐらい前後します。で、こちらはですね、もっとずっと安くて、えー、7、8千円ですね。1万円いかないんですよ。で、購入したんです。 ですので、2倍以上ですね、金額は違うんですよ。で、今回、初めて作ってみようと思って準備してるわけです。では、ちょっと蓋を開けてみますね。はい。中に、こういう、カゴはこういう風になってます。新しい方の。で、以前ですね、作っていた この黒人ニ力ニ製造機ですけども、これはおなじみでございますね。こういうカゴが入ってます。ね。この籠の中に、こう、蓋を開けて入れていくわけですね。で、小さいものになると24、5個入るんですけども、ちょっと大きめのものを入れると 20, 20個から22個ぐらい入ります。で、これはですね、 例えばこのぐらい大きいものになるとなかなか入りにくいね、カゴなので。すごく大きいものはね、入らないんですよ。ちょっとね、入れるの大変なんでね。だから少し小さめのこういうニンニクを使って作ってました。はい。で、今度は新しい方なんですけど、こういう形になってるんですね。 これ見ると穴がここ開いてるんですけど、これ、この穴の数が16個あるんですよ。ですので、標準的に16個かなと思って、こう大きいものもね、こう、入るわけですね。並べられます。で、小さいものも入れられるんですけどね。小さいものは結構ね、こう、こんな感じで置けますね。はい。詰めて。これ結構ね、こうやって置いていくっていうタイプですね。 それでですね、今回、ここに用意したニンニクですけども、サイズ的に小さいサイズね。これ S サイズ、小さいサイズ。で、あともう一つ、一回り大きなね、M サイズですね。こういう M サイズ。で、あともっとでかいやつね。これ L サイズ。これを用意したんですね。これを入れてみようと思ってます。 それでは、まず、この今まで使ってた方ですね。使い慣れた方をちょっと試しに入れてみます。これに、カゴにですね、入れていきます。この黒ニンニク製造機なんですけども、このカゴにですね、 入るだけ詰めるだけいっぱい入れた方がいいんです。あの、少なめにね、してしまうと、水分的に、あの、そくそくしてですね、硬いものになっちゃうんですね。ですから、結構いっぱい入れてですね、この、ニンニクが持っている水分、これでですね、ちょうどいい黒ニンニクの水分量になるように、 できるだけ入るだけ入れた方がいいんですよ。はい。ちょっと小さいものをちょっとこちらの方には入れていきたいと思います。あと M サイズもちょっとね、見地に入れていきます。これ小さいサイズを入れましたんで、25、6個入ったと思います。で、これで作ってみようと思うんですけども、今回、 収穫をしてからまだ3週間ほどしか経ってないので、乾燥がまだね、十分されてません。で、このニンニク自体に水分がかなり含まれてますので、通常はですね、乾燥しているものについてはこういうものを用意して、水分補給を最初ね、しておいて、えー、黒ニンニクが硬くて苦いものにならないように、水分調整をしますけども、今回一番最初なので、 全然水は入れないでセットしようと思ってます。で、こちらの今までの黒ニンニク製造機でスタートさせます。発酵日数はもう12日ですね。12日間にしてやってみます。はい、スタートします。はい、動きました。これで様子を見ていきます。 まず、2、3日してから蓋を開けてみます。それから5日経ってからとか、1週間経ってからとか、で、10日経ってからとかね。何日かおきぐらいで中の様子を見て、水分の調整をします。で、開けた途端に、ね、蒸気がファーッと出て,て、水分が溜まってたりなんか、それとも十分水分があるので、補給はしませんけど、水分補給はしませんけども、蒸気が出てきそうもないっていうかね、 ちょっともう水分が足りないなーっていう時は少し足したりして12日間でこのニンニク作ってみようと思ってます。はい、続きましてこの新しい新兵器でございます。これで作ってみようと思ってます。それではこのケースにね、ごじゃないですけどね。 えニンニクをセット容器に入れていきたいと思います。このぐらいのサイズですね。M サイズ以上を入れていきたいと思います。であんまり隙間が開かないようにね、した方がいいと思ってるので、あの、小さいものもね,ね、少し混ぜて入れておきたいと思っています。 下も、下の段先に入れた方がいいですよね。下の段をね。ちょっと大きいね、ものを入れてみますね。大きいもの L サイズのニンニクを、どうして下の段に入れていきます。入るかな。はい。うーん、なんか7個ですね。 一応、詰めながら、下の段に7個、7玉入れました。で、上の段は少しね、M サイズとか、S サイズも混ぜて、多く目に入れてみたいと思います。十六16から17個ぐらい入れてみました。 では、中に入れます。はい。あまり詰めるとこれ、引っかかって抜けなくなっちゃいますね。あまり詰めない方がいいですね。で、入れてみます。 はい。投入して。えっと、これはですね、実は、ここに穴が開いていて、ここから水を補給できるタイプになってます。中心にね、水をこう補給していくわけですねで。これ最初、もし乾燥しているね、ニンニクでしたら、最初からもう 150cc とか、そのくらい、 水をたっぷり入れちゃうんですけども、今回、収穫したてのニンニクですので、水は加えません。で、様子を見ながら、水が足りなくなったら追加する場合もあるかもしれませんけども。とりあえず、水は加えずに作ってみようと思っております。これはね、設定とかなくても一回押すだけで、これでもう、セットできちゃうんですね。 もうこれ12日間っていうことで決まってます。288時間ですね。で、これも全自動ですね、ほとんど。もうこのまま放置状態で見ていれば出来上がるという機械ですね。で、時々ですね、やっぱり私もこちらも中を見て水,水が足りなくなったりしないかチェックしながら12日間見守,見守って作っていきたいと思っております。 えー、以上、本日は、えー、今年2024年収穫したニンニクで、えー、黒ニンニクを製造開始したという紹介でございます。まだですね、ニンニクがいっぱいあるんです、今。ね、吊る、吊るして乾燥してニンニクがいっぱいありましてですね、それをこれから 私が食べる一年分をですね、このニンニクを作る予定です。今後、えー、経過をですね、ご報告しますので、引き続きご覧になっていただければと思います。え、この出来上がった、えー、報告はまた後日、えー、動画配信しますので、ご覧になっていただければと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。